この間、月曜日にも音壇に行かせていただいたんですけど、本当に、泣けてきちゃうんですね。もうなんか、本当に、なんて言う遠回りをしたんだろうって、本当に悔やんでも悔やみきれないくらいなんですけど、でもこの醍醐本尊様の御元にね、返していただけて、もう本当にありがたいっていうか、もうそのありがたさ、でも本当に胸がいっぱいになって、胸がいっぱいになって、嬉しい気持ちで、登山させていただきました。そんな経緯でございます。入信してからさ、2年前に寛解を受けてから、召集に来てからの功徳の体験とかは何かありますか？まずですね、まず喧嘩はしてないんじゃないですかね。この間から、12時近くに電話があって、大声でもうずっと喋ってた時に、久しぶりに怒鳴られました。で、ああ、もうごめんなさい、すいませんでした、なんて言って、イソンつけ言ったんですけど、もうさ、わ、久しぶりに怒鳴り声聞いたわって、何時だと思ってるんだとか言って怒られて、わ、久しぶりに怒鳴り声聞いたわとか思って、本当に喧嘩することもなくなりましたね。で、まず体調が、なんでしょうね。別に、病院にも通ってますけど、全然悪いところないですよ、みたいな。なんかそういう薬も飲んでますし、病院にも通ってますけど、すごく元気になりましたし、風邪もあんまり引かなくなりましたし、もう心が軽い、気持ちが軽い、なんて言うんでしょうね。もう、全然違うんですよ、本当に。もう、本当になんかこう、なんて言うんですかね。いろんなお手伝いをさせていただいたりしても、なんか、喜びがあるっていうか、嬉しいっていうか、今までのその学会活動嫌だなと思いながら、ね、仕方がないからして、んで、一生懸命やったのに、さらに嫌な思いをして、で、心の中はいつも我慢我慢、我慢我慢っていうふうになんか我慢するのよって、なんか自分に言い聞かせて、動いていた、動いて頑張っていた、時から思うと、もう、本当にご本尊様、もう今までやってきたことを考えると、本当に申し訳ないですが、もうこれからはね、もうできる、本当にできることさせて、もうお使いをね、させていただきますから、とにかく健康と、やっぱり経済がないと、どこへでも出かけていけます、行かれませんからっていうのと、あと、なんていうんですかね、自分がそうやって、多少なりとも、役に立て、本当に役に立てる喜びっていうか、なんか、一人、また一人と、創価学会、私は創価だったので、創価学会の人が、辞めてくると、なんかもう、すごく嬉しいっていうか、この学会に対するこの怨念じゃないですけど、恨みじゃないですけど、これを果たすのは、やっぱりみんなが幸せになって、世間で実証を示していくこともその一つだなって思っているので、本当に元気をいただけて、すごく、嬉しいっていうところですかね。まず入った途端にしばらくしたら足が楽になったって言ったよね。
痛くて。そうなんですよ。ね、はい、まずそれは覚えてんだけど、あれ、はい、糖尿病の方と、それからその、はい、ガンマーカーの数値の方はどんな風になったんですかね。はい、糖尿病はですね、うん、もう先生が、うーんっていつもうーんって言うんですけど、その、まあ、やや悪のところですごく安定してるんですよ。おその、薬を増やすっていうほどでもないし、でもやっぱり飲んどおいた方がいいし、うん、まあ、少しいいっていうわけでもないんだけど、悪いっていうわけでもないから、いつも先生が、うーんって、ただ、うーんって言うだけなんですけど、で、じゃあ、まあ、同じお薬あげときましょうっていう感じで、で、全然別に元気ですし、うん、あとガンマーカーの腫瘍マーカーは、うん、本当やめる前に一回検査して、うん、やめてきてから次検査した時にはまたさらに上がってたんです。うん、それで、半年してからまた検査したら、また上がってたんですよ。うん、もうこっちに来てからですね。うん、で、とにかく3回調べて3回上がって、その間にCT とかも胃カメラも飲んだし、腸の検査もしたし、とにかく精密検査もしましたが、まあ何も、これといって悪いことは見つからず、まあ3回目の腫瘍マーカー検査した時に先生が、また上がってるんですよねって、おかしいなって、もうどっか体調悪いところないですかって、まあ、聞かれて、いや、なんか、ないんですって、だいたい胃腸に不調を感じたことはないんです、私、とかって、とかって、そうですか、とか言って、まあ、早い話がわからないっていうことですって言われて、まあ、とりあえずまた半年ぐらいしたら、まあ、一応検査はしましょうって言われてるんですけど、うん、まあ、今のところは、まあ、具合の悪いところはないんです。うん、で、先生もわからないっていうことで、っていう感じで。なるほど。まあまあ、不思議な状態を保ってるってことですね。血圧も時々高かったりしたのが、うん、もうすごい血圧が高くなることもなくなり、うん、血圧いいですねって毎回行くと言われるんですが、今まではね、ちょっと高いですねとかって、ちょっと高いですねとかって言われてたのが、血圧、問題ありませんっていつも言われて、うん、まあ、言われて、どうですか？おかわりありませんか？はい、ありません。なんか気になることはありませんか？ありません。食欲はあります。睡眠は眠れます。お通じは大丈夫です。みたいな。そうですか？みたいな。なんか、なんか、本当にでも軽いんですよね、体が。鉛のような、もうなんか、鉛のような、なんか、本当に鉛を背負って毎日こう、活動してたような体の重さみたいなのは、まあ一週間ぐらいでスーッとなくなりましたけど、その他いろんな不調は、ないですね。まあ年寄りなので、どっか遠くへ出かけてくると次の日疲れちゃってみたいなのはありますけど、もうすぐ元気に。まあ、なります。なるほど。まあ、仏でも傷病傷能っていうから、ある程度の数値が、危険、というか、まあ、心配領域にいた方が、信心は緩まなくていいってこともあるしね。そういう、いろんなご配慮が、でも実際は何の自覚症状もないし、精密検査したって出てこないと。だけど、数値だけは、そこそこな、まあ、数値を叩いてるっていう、そういう状況ですよ、ね。そうですね。全く絶妙な、仏様の絶妙なさじ加減っていうことも言えるんじゃないですかね。ありがとうございました。なんか、やっぱ聞くたんびに聞いたことない話が出てきますよね。何回聞いても、また新しい話があるよね。まあ、長く生きてきたので、いろいろ。そうですね。ありがとうございます。はい。